島、通報艦。対馬、対馬は、日本海軍の通報艦。強力な魚雷兵装を持つ水雷砲艦として建造された。艦名は、対馬列島にちなんで名付けられた。フランスを出港し、アレクサンドリア、スエズ運河、シンガポールを経由して、1892年11月24日に長崎に到着した。11月28日に長崎から神戸に向けて出港し、30日午前4時58分、愛媛県御後島沖で、神戸から出港した P&O 社所属の A 商船ラベンナに衝突され沈没し、乗組員90名のうち74名が犠牲となった。性能所言。